はい、こんにちは、総合監督と申します。If Tomorrow We Call チャンピオンズキャッツ。今日もこちらのゲームも実況プレイしていきたいと思います。さあ、いろいろね、ガチャとか更新されたんですけれども、ベルギー代表、クロアチア代表のナショナル2022が出たんですけれども、今日はそれは置いといて、こちら。はい、ダイヤモンドスカウトの、ログインポイントかな。そうですね、ログインポイントがマックスになったので、いよいよね、まあこれね、引いていこうかなと今日思ってます。でね、今現在レベル5、グレード101以上の星5選手が確定なんですけれども、まあどんな感じの選手が獲得できるのかというのをね、見ておこうかなと思います。まあこの上ですよね、正直101以上だと多分ね、101、102、103、まあこの辺が出るのかなって感じがね、しますんで、やっぱりね、104以上、まあせっかくなんでね、金旗以上、出したいなと思ってます。はい。まあやっぱり104以上になってくると、もう一個、ちょっと待ってね。どうだったかな101以上、120以上、それぞれでね、刻んでいくわけね。で、今回やっぱりね、ユニ付きついてる選手もね、結構いる、ユニ付きじゃない、ごめんなさい。セレクトスキルついてる選手がちゃんと4体入ってるんで、これ引こうかなと思ってます。なんといっても僕、ここ欲しいんですよね。ここ更新したい。クリバリですね。はい。しっかり持ってですね。シューターの天敵、パーフェクトスティール。取り付けるのが一番いいのかなって感じはするんですけども、とりあえず101以上だと、こんな感じですね。この7人ね、全部消したいし、もう102以上も多分なんかパバールとか出そうでしょ ?103 以上でもラングレに最近愛されてるので、やたらラングレ来るんでね、ラングレもカットしたきたいということで、やっぱりマックスにしましょう、今回ね。はい、ダイヤモンドレベル上げる。これね、ダイヤモンドスカウトなんだ、チケット使ってもいいんですけれども、ちょっと切りよくね、120なんで、今日はもうこれ選手ね、売っちゃって120。次回にね、あれは持っときたいなと思います。さあ、ではね、6選手選んで、マックスにしましょう。6選手というと、どこかな、ここ行きましょう。オエルサバルと、ティーレマンス。ティーレマンスでも今回のなんか、ベルギーのやつで結構グレード高かったよね。でもまあ、いらないっすわ。はい。もういらないなということで、ここと、あともうね、マーシャルもね、イングランド、ユナイテッドが移籍しちゃってるんで、もうガチャでね、ナショナル出て、ナショナルじゃない、レギュラー出てこないんで、入れときたいなと思います。そしてラカゼット、この辺ですかね。はい。では、この5選手、1、2、3、4、5、もう一人やった。ファビアン・ルイスとか入れとくか。そうですね、ファビアン・ルイス入れて、この6人で、ダイヤモンドスカウトに、ダイヤモンドポイントに交換します。はい、ちょうど400になりますんでね、行きましょう。交換。グスチェンジ、さあ、星子選手のポイントと確認に、交換しました。さあ、レベル8になったぞということで行きましょうか、じゃあね。では、どんな選手が獲得できるようになったか。これだ。はい。41。うち、セレクトスキル持ちが4ということで、41分の4。まあ、単純計算に言うとね、41分の4なんですけれども。まあ、やっぱりね、クリバリ一番欲しいのと、ロナウドも欲しいですね。僕、このアカウントではロナウドもね、97ぐらいのやつかな。なんでね。で、キミッヒ、そしてレバかな。まあ、こんな変な順番だと思います。レバでもいいかな。強いと思うんでね。ただ、出そうだというのは、このルークショーあたりですかね。もうここ引きそうな気があるのはプンプンするんですけどね。ということで行きましょう。はい。もう今日はただね、このダイヤモンドスカウト引くだけの動画となります。行きましょう。スカウトを実行しますか。注意、スカウトは一度しか実行できません。行きます。また来月よろしくお願いします。おい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 。さあ、金旗がちゃんと待っております。嬉しいですね。さあ、行きましょう。行くぜ！リオネル・メッシの右足！ダフってますね。うん。大丈夫か？大丈夫か？さあ、まあ、ワンチャンね、マジでちょっとこれ、ロナウドとか当ててくれたら、105！ ああ、一番いいや。シチュスに。いやー、グレードは高いんやけど、絶対使うし、持ってるし、最悪や。スタミナタイプのゴールキーパー、シチュスに。いやー、悔しい。ということで、今月の、ダイヤモンドスカート、結果は、シチュスにでした。悔しい。はい、ということでね、また明日かな。はい、このね、ガチャ、ベルギー、クロアチア代表、ピックアップ11連ガチャ、これはね、僕2回引こうかなと思ってます。はい。2回引いて、まあ、結果どうなるのかね。はい。見ていただけたらなと思います。では、今日はこの辺で終わりましょう。最後までご視聴ありがとうございました。